NMB48 のジャングルレディア、月曜日のパーソナリティは、はい、ハーコの、ハーコの中身、教えたろか。教えてー、ハカーの中身は、ハーコー。大阪出身中学3年生14歳のハーコこと黒川葉月です。今日も一日よろしくお願いします。イェーイ。はい。誠の幸せ届けるように真っ向勝負挑ませていただきます。京都府出身中学3年生14歳、マコポンこと梅原マコです。マコポンデコポンパンパカパン。今日も一日よろしくお願いします。イエーイ。はい。いやー、マコポンからちょっとメール来て、そのメールの内容が、いつやるのだけ、いやそれだけ、それだけあって、いやそれで、いやこれはこれはこういう風に返しとかないとなと思って、今でしょってでっかく書いて送ったんですよ。そう、それまこメール保護してん。そう。嬉しかったね。よしか。で、それから毎日続いてるよな。そうやね。毎日毎日ずっと、もう1日1回は絶対来るから。いつやるの今でしょ交換して。それやるんやったらちゃんと勉強してきてください。学生でしょ。そうやね。ちょっと楽しい、ほっこりしたお話を聞いていただいたところで、はい、このジャングルレディオは月曜から水曜日は私たち NMB48 が、そして木曜日と金曜日は騒音プロジェクトがパーソナリティを担当します。またこの番組はサイマルラジオ放送で全国のどこからでもインターネットで聞けちゃいますので、皆さん私たちの番組をどんどんお友達に教えてあげてください。 ESFM のホームページにサイマルラジオのバナーが貼ってあるので、そこをクリック。そして近畿ブロックの中から ESFM を選んで放送を聞くをクリックしてください。それだけでサイマルラジオ放送が聞けちゃいます。イエーイ。だって深夜1時からもリピート放送をやっておりますので、はい、そうです、ぜひ聞いてください。はい、お願いします。それでは改めまして、今日のジャングルメイトをご紹介しましょう。はい、チュッチュッチュアンチュの嘆きっちゅで世界一のコメディージョイだぞ、ゲッチュー。ありがとうございます。千葉県出身、高校1年生15歳のアンチュこと石塚あかりです。イエーイ、イエーイ。アンチュー喜んで、喜んでるんやな。とりあえず元気ですね。めっちゃ嬉しい、あっち嬉しい。ちょっと二人ともうるさいから静かにしてね。そう、今日な、私と会ってんけどな、あ、もうそのことばっかりやから、ラジオのこと。今日はラジオは、今日はラジオや言うて。そうなんですよ。はい。そう、今日もテンション高めで、お送りしましょうね。お送りしましょうということで、はい。実は、はい、ここのラジオに、メッセージが、はい、お便りいただいてきました。はい、じゃあ読ませていただきますね。はい。マポコン、超絶かわいいハーコ。何それ。いやいやいや、マポコンって書いてる。まあまあまあ、続きいきましょう。まあまあまあ。ほんで、マポコン、超絶かわいいハーコ、アンチュ、こんばんハーコー。こんばんハーコー。先日握手会に参加したのですが、メンバーにどういうことを話したらいいのかいつも考えてしまいます。公演のことなのか、ブログのことなのか、他のことなのか、皆さんは何を話してもらったら嬉しいですかということなんですけど、お、ラジオネームポッポキューキューさんで、あの兵庫県から来てます。はい、ありがとうございます。言い忘れましたね。はい。はあ、どんなことや、え、どんなこと？みんな握手会何喋ってんの？え、やっぱりもう超絶可愛いハーコばっかり言われるから。ありがとうございます。で、マコポンは？マコポンはな、何喋るやろうな。でも、最近頑張ってるよねみたいな声をもらうことが、7割。7割？そう。あとの3割は？わからへん。でも、いろんなお話するよ。楽しいよな。そう、なんか、あの、明日なんとか大会やねんみたいな、頑張るわみたいな言って、そうそうそう、あ、頑張れってほんまになる。あ、なんか赤はバスケやってるから、うん、なんかバスケの話で盛り上がったりとかするもん。そうなんや。え、ポジションどこやった、みたいな。うん。っていうか、いつも、あの、アンチュが、
大きすぎて会話が、そうそう、めっちゃ、ね、そう、そう聞こえんねや、それよく言われててさ、なんか一回なんか隣のレーンの人からなんかうるさすぎてフレームが来たらしくて、そう、それぐらい私は元気なんですよ。そうなんや、いいよね。まあいいですね、その元気は元気をいただけるね、なんかそうやね、いいですね。じゃあぜひまた足を運んでみてください。はい、はい、お願いします。それでは本日の1曲目をお聴きください。今月19日にリリースされる NMB48 のニューシングルです。NMB48 で僕らのユリータ、あかりん静香のオーダータイム。さあこのコーナーではジャングルメイトの、まあ、あかりん静香のね、はい、様々なオーダーを私たちが一緒に挑戦して叶えちゃうよ、叶えちゃおうというコーナーです。はい、はい、さあまあここでアンチはどんな、あのどうしたんやハコ。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、どんなことにチャレンジしたのでしょうか。ではアンチュ一つ目のオーダーは、はい、俺っちの一つ目のオーダーは俺っちの相談に乗ってほしい。いえ、ちょっと待って、俺っちが嬉しすぎて。なんでよ。俺っち普段いつも言うでしょ。俺っち嬉しいわ。まあまあまあ、まあ、そうですね。どうした？うん、そう、赤なんかめっちゃパニックなんねやんか。うん、例えば、うん、この間あの新喜劇をやらさせていただいたんですけど、あ、はい、台本ね、私あんまりね、うん、その言葉ないけど、うん、めっちゃ。あ、覚えられへんのかな、うん、もう、あの、うん、リハではちゃんとできてんねんで。うん、でも実際舞台に行くと、うん、ってなっちゃうね。出てきてみたいな。そう。なるほどね。どうしたらいいかなと思って。緊張してできないみたいな。そうそうそう。それで赤はその、うん、なんかケーキをあげるよみたいなセリフをチーズケーキに変えちゃったりとか。そう、そうなんで、それで、そうなん、どうなってたん、まあまあまあ、まあ話的には繋がるからよかったんけど、うんうん、そういう傾向がある、あるのかなと。ああ、なるほど。でも、アンチュって今、うん、芸人にも、そう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 。芸人2にもね、出演したり、そうや、そうしてるから。それでも NG 出しまくって思って。なるほど。で、俺っちどうしたらいいのって。そうそうそう。めっちゃもうこんなんなって。こんなんなってが伝わらへんねん。ラジオや。そうだよね。そうだよ、じゃあ、セリフが。そうそうそう。飛んじゃったりするのか。そう、リハではできんねんけど、うん、本番、その、出せへんっていうか。あー。まあ、それはね、うん、自分に自信がないから、と思う。あ、そうなんかな、うん、なんか、俺っち、もうこれできてたけど、もう今本番だったらこれできひんかったらどうしようっていう、その不安があるから、できひんか。なるほどな。だから、もう自分、俺っちは、リハーサルでできたから、もう俺っちは絶対できると思った。絶対できるから。絶対できる。要するに自信が必要ってことだな。そう。そういうことね。そう、うん。もう自信たっぷりじゃないと、うん、生きていけないよ、この世界。そうなん。赤な。なんか語って。そう、なんか語られて、なんか言葉を変えてしまうねん。なるほどな。あ、そうやな。そう。なんか、オイルショック世代っていうセリフがあってんけど、うん、それを、オイルクッションって言ったのね。あ、そっか、なんか。でやで。そう、それはもうオイルクッションやで。え、でもな、うん、アーモンドクロワッサンって劇場で、ね、そうそうそう、披露させていただく前に、はい、公演の時って劇をちょっとだけ披露させていただくんですけど、そうそうそう、そのセリフ間違えるの大概石塚さんと薮下さんも間違えるよね。あ、そうですね。そういう傾向に当たる面、まあ、ですね。これはこれはちょっと苦情を出さないとなって前から思ってますけど。あ、マジで。ほんまに。そうですね。だってマコとアンチのラブストーリーのところで思いっきりマコ名前間違えられるって。なんて言うんだっけ、クロワッサンくんって言われてアーモンドちゃんやのに。そうやな。誰やんねんな。そう、あ、そうやね。そうやねな。もう、ちゃんと石塚さんしっかりしてくださいね。どのタイミングで考え始めるの？あ、次セリフや、次セリフやっていうのは。何やろな、役に入りきっちゃうんかな。そう。なるほどな。それで、なんか、なんて言うやろな。セリフじゃないみたいな。なるほど。セリフ、なんか台本通りに行かれへんねん、赤は。なるほど。最悪なやつや。そう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 。まあまあ、でもそれはそれでいいんじゃないですか。それいいんかな。うん。だって入りきってるのはめっちゃいいと思うし。でも入りきりすぎてセリフ間違えてるからな。そう。それがあかんねんな。まあ、そうやな。2、3個前ぐらいから考え始めたら。あ、そうや。ああ。これいい、これを言う、これを言う、これを言う、これを言ったみたいな。ああ。そう。そういうことね。なるほどね。よくないこれ。でも、いつも、ハーコは、あの、大切なこととか言う、うん、言うときあるやん、うん、あの、長い文章言ったりとか。はいはいはい、はい。そういうときは、なんか単語だけをずっと覚えとくねん。なんか一番、ポイントそう、だから、例えば、チーズケーキがありますっていう、
文章並べるじゃないですか。うん、その時にチーズケーキもらえるみたいな。ああ、そうや。そう。そう。もう、だからもう単語、単語しか覚えへんねん。なるほど。ほんで、つなぎは自分で考える。そう。あ、そういうことね。そう。それやったら絶対、話はつながるし、うん、まあ、つながってないけど、ハーコ実際に。あ、そう、うん、そうやな。だからやねん、それでやんた、あのーってなるんやんか。そう、まあ、うん、あんまり、ためになったかどうかわからないんですけれども。まあまあ、ね、ありがとう。ね、うん、じゃあ次は、俺っちの二つ目のオーダーは？はい。俺っちの二つ目のオーダーは？旅行に一緒に行こう計画！イエーイ！俺っち！ストップストップ。ここはアーモンドクロワッサン計画やろ？いやいや、旅行に行きたい。旅行に行きたい。行かせてくれ。そうそう。もし3人で、旅行行くとしたら、うん、どこに行こうっていうその計画立てようよ。なるほどね。そういうの好きやね、なんか。そう、だから、しおり見るだ、しおり遠足のしおりとかやろ？そうそうそう、遠足のしおり見るだけで楽しいみたいな感じ。ああ、確かにな。まあ、ちなみに、アンチはどこ行きたい？え、赤は、うん、みんなで千葉の地元に行って、そのなんか、アスレチックがあんねやんか。うんうんうん。そこに行きたい、一緒に。なるほど。あー、でも、いいですね。うん、新しいところに行くからこその良さってあると思う。あー、そういうこと？うん。じゃあ、まこ、岐阜に連れてってあげたい。岐阜県？岐阜のな、うん、めっちゃ遊べる施設があんねんやん。うんうんうん、もう、それがほんまに面白くって。お、う、ー、ん、ほんまに、未だに行ったら、汗びっちょりになって遊ぶぐらい。うん、あ、そうなんだ。めっちゃ面白いのがあって、うん、連れてってあげたいねん。そうそう、なんか、なんか子供になりたいっていうか、なんか、服のまま、水たまり入ってもって、びちょびちょで帰りどうすんねん、みたいな、うん、要素が欲しいね、赤は。アスレチック要素な。そうそうそう。だから、ね、何かアスレチックがあって、そう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 、でも、うん、じゃあ、ホテル近い方が良くない？そうやな。いやな、で、あ、ホテルっていうか、いや、旅館の方がいる。旅館っていうか、なんていうやろ、一個の建物、うん、で、あ、ちょっと別荘みたいな感じ。そうそう、そうそう、そんな感じかな。コテージ！そう！わかったな。行った、行った。あー、なるほどな。そう。え、海？山？山かな。やっぱ山の方がいいかな。あ、でもこの季節、うん、やっぱもうそろそろ夏やし、もう。うん、海？海にしよう、じゃあ。じゃあ海にしよう。海で、海辺で、コテージやな。のコテージで、焼肉すんねん。あ、焼肉。いいね、肉！バーベキュー、バーベキュー。出た、マカポンの好きな肉。そう、そう、そう、肉凍ってきて、うん、お野菜も切って、洗って、うん、何？半合炊飯？おー、して、食べるみたいな。そうそうそう。で、魚釣んねん。なるほどね。それはほな、川じゃないの。え、あ、でも、でも、魚とかと、海とかでも取れんねやんか、実際ね。うん。だから、その、魚を取ってきて、その魚を切って、うん、焼くみたいな。そう、いや、あとは丸焼きがいい。あ、丸焼きがしてやろ。そうそう、焼くみたいな。ちょ、めっちゃ、この野蛮的発想が、そうそうそう、すごいね、それは。すごい、やりたい。いいね。いいね。じゃあ、サンマやな、取ってくるなら。サンマ。海でしょ。え、サンマって海で取れるんじゃないの？でもな、このメンバーで行くのまこちょっと不安やねんな。うん、確かにな。仕切れる子がおらんっていうか、リッピー連れて行くからな。あ、そうやな。リッピーも連れて行く。やっぱ知恵のある子やな。そうやな。あ、やっぱりサキピが一番いいんじゃないの？サキピは、私もうやめてっていう。しかもなんかサキピってさ、肝心なとこではしゃぎながら。わーって言うやつ。これはあるあるやん。あかん、それは。あかんない。そう、だから。じゃあ、エミチかな、やっぱりキャプテン。キャプテン、じゃあ、キャプテンと小林と。キャプテンよくさ、うん、ドジしちゃうときあるやん。そうやねん。あ、やっちゃったよって。どうしよう、エミか。あ、もうダメだっていうやつ。そっか、うん。え、これどういうこと？とかやって、エミチいつもやってるからね。うん、いい。まあ、それは助け合いやん。協力してさ。それはそうやな。まあでも、まあ、最終的には、うん、メンバー全員で行きたいね。あ、それやったらいいかな。うん、16人。16人全員。全員そう、行って、もう絶対なんか怒るやろな。絶対怒るよな。しおちゃんやめてみたいな。しおが出てくるね。誰お菓子取ったって。それ、マコや。バレた。しかも、肉とかなかった。なんで肉ないの私。ここにキープしとったやろみたいな。それ、マコや。まあね、これからもメンバー一番となって、いろんなことに挑戦していきたいなと思うんですが、はい。アンチュ、はい、オーダーは完全に叶えられましたでしょうか。叶えられました。いつか行きましょうね、旅行。行きましょう。やったー。はい。はい、ということで、以上、オレっちの、オーダータイムでした。
始まりました、どっちにするののコーナーです。このコーナーではあるテーマに沿ったシーンが2つ用意されます。そしてこの2つのシーンを今回はマコポンとアンチがそれぞれ選んで、はい、その選んだシーンの理由をトークバトルします。はいはい、そのトークを聞いて私がどちらかをチョイスしちゃおうというコーナーです。イエイ、オッケーオッケーオッケー、はい、オッケー。チョイスされなかった子はね、あのコーナーの最後で罰ゲームをしてもらいます。イエーイ、はい、罰ゲーム、いや、なんでって言われる。いつものことじゃないですか。これ、あかんやつね、このラジオで。いつも。そう。まあまあ、怪我人が出てしまうんで。ちゃうやろ。まあ、とりあえず頑張ってくださいね。はい。はい、それでは、早速始めましょう。今回のテーマは、生まれ変わったら、変です。うん。そうね。生まれ変わったら。さあ、じゃあ行きますよ。うん。どっちにするの？スタート！もしも生まれ変わったなら、今度は男の子になりたい？それともやっぱり女の子？さあどっちにするの？じゃあ、うん、せーのでいく？オッケー。おお。せーの。女の子。およっしゃよっしゃ、別れた。別れたぞ。ちょっと待って、あのさっきあのマコポンはあのおおなこみたいな聞こえたんやけど、気のせいそれは。え？女の子って言って。あ、そうな。もう。まあ。黒川。黒川。ごめん、ごめん。めん俺っち怒りっちだよ。怒りっちだよ、もう。うるさい。うるさい。嬉しい。もううるさいから早く行くで。はい。はい。はい、ということで、アンチは、男の子、マコポンは女の子を選びました。それでは、トークバトル開始。はい。私ね、男。ね、あのね、うん、いつも、公園とかで、うん、おーって言われるのが、うん、だから逆に、キャーって言われたいねん。あ、女性に？そう。なんか、ね、女の子好きやから。いや。あの、急にやね。あっちじゃないで。そう、だから、キャーって言われてみたい。なるほどな。黄色い声援。そうちょっとあの、イケメンになって。そう。なんか歩いてたいみたいな。モテたいみたいな。何あの子かっこよくないみたいな。なるほどな。になりたいね。モテたいね。そう。逆に女の子は？なんで？女の子は、うん、可愛い女の子に生まれ変わって、うん、で、何しよっかな。いっぱいお洋服とか、うん、買いたいし、あそうやな、またほんでハーコみたいなお友達が欲しいな。めっちゃ釣ってるやん。そうですね。なんかな、うん、え赤が今楽しいねんか、めっちゃそのアイドルがな、だからなんかもうな、うん、なんて言ったらいいんかな、マコはな、もう生まれ変わってたとえ女になっても男になっても、うん、あのそれ以外でもなんかアイドルになりたい。なんやろな。そう、アイドルになりたいねん。あーやっぱりいいですね。ほんまに今が楽しすぎて、やっぱり生まれ変わってもアイドルにはなりたい、うん、アイドルになりたいね。生まれ変わってもまたマコ NMB になりたいかも。うん、ああ。なりたい、なりたい。じゃあ赤は、もし男やったら、うん、あの、あれや、カツラ被って、うん、あの、女になりすまして。ちょっとやめて。エネミーであるわ。やめて。ほな、女でいいやん。そう。ほんまやん。ほな、一回アイドルを忘れて、うん、男の子になったら何すんの？え、男の子になったら、とりあえず外うろうろするよね。え？そう、イケメン設定だ、自分。あ、なるほど。完全にイケメン設定で。わかるわ。外うろうろして、え、何みたいな。なるほどね。ジロジロ見られたいね。そう。道パッと開いちゃうような感じ。なるほど。匂い的に道がパッと開くような。そう、違うわ。かっこよすぎて、そこは。そう。パッと開いて、うん、なんか、何なんか、モデルかなんかのスカウトに来て、うん、みたいな。ああ、夢見てんな。そう、豪邸に住んで、家にプールついてて、いいね、みたいな。そうね。そういう風になりたいね。マコは、うん、女の子だったら、美女設定な。うん。めっちゃ、街を歩いてたら、うん、いろんな人が飛びついてくるぐらい、もうなんか、で、服屋さん行ったら、うん、店員さんドアー寄ってきて、これどうですこれどうですかって。それってあれじゃない、あの、なんて言うん、何こいつやったらすぐ金出すやろみたいな。やばいな。じゃあ、可愛いから来てほしがんねん、お店が。あー、でもどっちもいいなぁ。ハコ、どうすんねや。どっちなんや。今が楽しくないってことやからな、男の子選んだら。やばい、違うわ、今も楽しいからやんけ。え、どうしよう、そんなん言われたら迷うやん。ハコ、どっちにすんの？もう決めた、オッケー。おっしゃ。あぁ。よし。何よ、こい。じゃあ、ハコに聞きましょうか。はい。せーの、ハコ、どっちにするの？アンチュの男の子で。やったー、初めて買ったんちゃうか。そう。弱。よっしゃ。いや、これはですね、うん、やっぱり、うん、あの、アンチュン、まあ、私は、う
二人が選ぶ前にはもう決めてたんですよ。決めてた？何やねん。何やねん。いやでも、じゃあハコが罰ゲームや。なんでやねん。でもな、あの、マコポンの、さっきあの、スピーチみたいなのを聞いて、うんうん、あ、でもやっぱり女の子がいいかなと思っててん。うん。でも、やっぱり男の子やったら、ちょっと、イケメンさとかも出したいし、うん、あの、ハコあんまり、あの、ズボンとか履けへんから、ズボン履いて、うんちょっと、うん、イケメンになりたいなと思って。ちょっと待って、ごめんなさい。ほんまにごめんなさい。アンチ今なんで笑ってるの？ハーコの今座ってるんですか？急に下がったから。今、ハーコがな、今ハーコがいきなり椅子の高菜の調整をしたんですよ。バレた？ハーコが急にシューって縮んでったから。これ伝わらんけどな。めっちゃ面白かった。もうやめてください、収録中に。はい。もう罰ゲームやりましょう。はい、はい、やりましょう。じゃあね、あの、うん、負けたマコポンには罰ゲームをしてもらいます。なんや。はい、そしてその罰ゲームとは、お殿様のカツラをかぶって、お殿様言葉ね、自己紹介 PR をしてもらいましょう。自己紹介PR。なるほどね。あ、自己紹介でもいいよ。はいはい、オッケー、うん。オッケー、じゃあ、ややはかぶって。来た来た。起きてきて。ややもう。はい。じゃあ、あの、これで、お殿様言葉で。はいはい。20秒ぐらいね。はい。やってくださいね。オッケーオッケー。はい、お願いします。じゃあ、3、2、1、どうぞ。俺っちは、なんでやねん。はい。俺っちは、うん。いつか、てっぺん取ったんで、なのである。はい、終わりー。終わり。ちょっと待って。全然なってないし、お殿様言葉。じゃあ、やる？いや、いらん。じゃあ、なんか変わってないで。どう、だって、普段なんか、ちょんまげみたいな感じ。まあ、そうやね。ちょんまげなんかつけてませんけども、普段。まあまあ、じゃあね、あの、うん、今度、また、アンチュに、伝授してもらってくださいね。わかりました。はい。伝授のやろね。よくわからんけど。はい、まあ、お願いしますね。はい、じゃあ、マコポンのお殿様姿は、番組の終了後に、番組ホームページにアップしていますので、はい、お楽しみに。はい。ということで、以上、どっちにするの？のコーナーでした。では、ここで一曲聴いてください。NMB48 チーム B2 で、アーモンドクロワッサン計画。アイドルのすすめ。このコーナーは私たちが最高のアイドルを目指して毎回いろんなことにチャレンジしちゃおうというコーナーです。はい、先週はサキピとアドリブ劇で、浦島太郎をやりました。おー、はい、浦島さん、はい、浦島さんね、はい、めっちゃ面白かったです、ね、今日はどんなことをするんでしょうか。はい、楽しみです。はい、早速あの先生を呼びましょう。せーの、すすめ先生。毎度毎度、私がすすめ先生や。アンチ相変わらずテンション高いな。毎度なあ、ほんまな。イェイ。びっくりするわ、こっちまで元気もらえるわ、ほんまにな。やった。うん。48グループ、5月の風物詩、思い出せる君たちへね。これ全32声もあったよな。はい、すごいですよ。もうこれも無事に終わりました。はい。B2 のね、会いたかった声はじめいろんな声がありましたが。はい。さあ、今週は、秋元先生になったつもりで、自分なりの公演とセットリストを考えてみようちゅうことで、はい、はい、私的プロデュース公演を考えるに挑戦やで。おー、いいなこれ、楽しみ、うん、そう、まこぽん念願のな企画やろうけどな。はい、な、まず公演の見どころポイント、こんなんしたいからという前振りをちょっと言うてもらって、はい、5曲のセットリストを発表してもらいます。はい、MC どんなトークすんのか、そういうのもなちょっと考えながら、はい、最後にその公演名はと聞くので、おもろいタイトルをね、つけてください。はい。では、トップバッターは、マコボンから行こうかな。はい。はい、よろしく。私の公演はですね、まず、1回目に、MC をするんですよ。おぉ。で、この公演のポイントは、私の好きな曲だらけなんですね。あ、なるほどね。だから、まず1回目に、曲じゃないけど、MC を。全員で。はい。だから、幕開いたら、全員がステージに立って、うん、さあ始まりましたって始まって、あ、そう、ほんで MC、うんうんうん、で一回マック閉まんねん。え、マック閉まんの？そう、ほんで閉まっちゃうのね。まず一発目、天国野郎。おー、いいじゃないですか。チーム M さんの公演でやってる天国野郎をメンバー発表しますよ。はい、梅原、うん、石塚、お、黒川、え、いじりでいきます。いいね。いいやろ、なんかキャラ濃いやろ。キャラめっちゃ濃いやろ。ちなみに楽しみ、
誰が、あれかな？え、やりたい！いや、センターっぽい感じかな。だってマコの公演やから。じゃあマコ、マコ。そう。で、うん。もう一回待った。マク閉まんねん。まだ！え、マク閉まってまう。そうそうそう。ほんで、毎回マク閉まんの？次。ブルーローズ。ブルーローズ？ブルーローズ。そう。今、研究生公演の。あ、はいはいはい。青春ガールズ公演でやってるんですけど。はい。メンバー発表しますよ。はい。梅原。うん。黒川。黒川入ってんの？藪下。上田。うそー！これはね、ちょっとリナッチ入れなかったんですけど、はい。同い年メンバーで固めました。なるほど、すごいですね。そう、リナッチはまた後々出てくるんですけど、リナッチは後々出てくる。そう、で、また幕閉まります。閉まる。次会えた時、新キロ。おー！はい。そう、誰かのために公演かな。はい。やってますね。このメンバー、梅原と太田。太田でやろう。これは、ユリが生えてしまってしょうがない。違うわ！たぶん、この間カラオケで二人で熱唱したからな。すごいな。で、また一回マック閉まる。またマック閉まる。で、また次、マック開いたら、オーマイガー！おー！梅原センター。梅原センターの16人かな、これは。そうそうそう。そう。みんな出てきまーす。ユニット多いね。ユニット多いね。そう。え、公演名は？公演名は、ちょっと待って。その前にアンコール言うから。あ、アンコールね。アンコール。ダザイオサム。一発目から一発目。すごいな。なんか最初出てきた時、太宰治って、うおーってならへん。あ、確かに。ほんで出てくるメンバーが、梅原、石塚、黒川。このメンバーで行きましょう。あ、オッケーオッケーオッケー。オッケーで、次、またマック閉まって、はい。開いて、ディア・ジェイ。誰がやると思う？マコね。正解！マコがやります。で、次またマック閉まって、次開いたら、手もでもの涙。これを、梅原と釧路。はいはい。ほんでラスト飾る曲。これ当てて。わかれへん。未来の扉？違うで。黒川ハート。やった！歌って。ハコ歌って。はい。歌って。ワンチューハーコは黒川。ありがとうございました。これはアンコールなんですよ。やった！しかもこれセンターやん。そうだ。一人やで。やった！一人でやんの。オッケー。ほな、まだ分、その公演名は俺得公演です！おお、おお、俺得。なるほど。すごいな。はい。一回ずつこれマグ閉まるのこれ。そうなんですよ。全曲マグ出てるから。全曲出たからちょっと忙しい。忙しいな。舞台さんも忙しいでこれな。オッケー！面白かった！イェイ！ほな次ハーコ行こうかな。お、ハーコ。アンチュ最後にしとくか今日は。お願いします。ハーコどうぞ。はい。じゃあ、まずですね、私の、公演のポイントを教えます。はい。はい、二つあるんですけど、なんと、一個目は、そのステージで着替えするんですよ。いや、生着替え！いや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 。ちゃんと聞いて。中に、ちゃんと着てて、あ、そういうことね。着こなしてて。衣装チェンジね。そう、衣装チェンジ、パッてした時に、袖にポイって投げた時に、もう、顔も、もう、スイッチを切り替えて。おそらく、DMM で何回かに1回はカットになるやつじゃない？見えちゃったみたいな。映ったでみたいな。何それ。はい、いや、まあ、それで、顔もパってなって、大人っぽくなったりとか、可愛くなったりとか、急に着替えてたのに、パってなったの。うん。じゃあね、まあ、そういう感じ？うん。で、ほんで、二つ目が、一番最後の曲が、一日違いで変わるんですよ。おー、面白いな。面白いやろ？うん。じゃあ、まず、じゃあ、今から、セットリストをね、はい。うん。言いたいと思います。はい。じゃあ、まず一曲目。うん。マク開きます。うん。リナッチと、ハーコで、隣のバナナっていうやつをします。あ、そう。そう。かわいい、振り付けで、ちょっとかわいいですけど。確かに。ハーコ無理かな。いや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 。ほんで、2曲目いきますよ。はい。2曲目。いや、なんと、アンチュセンターの、抱きしめられたら。マジで無理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 。それは厳しいぞ。いや、めっちゃセクシーな曲ですよ。そうそう。すごいな。それで、いや、ちょっと、アンチは、センターに向いてない、センター、向いてこの、向いてない違う、この抱きしめられたらのセンターには、なんか、あれかなっていう感じはあると思うんですけど。ギャップを見せろと。そう、そういうことね。でもアンチ、何でもこなせるからな。マジで言うてる？それ、まあ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 、嬉しいね。そうだ。え、で、他のメンバーは？他のメンバーは、もちろん、マコと、ムロかな？ああ。なんか、マコ絶対浮くやつやん。そうなりますよね。うん。まあ、アンチュ頑張ってね。頑張りましょう、じゃあ。はい、じゃあ、その次、3曲目。はい。愛しきナターシャ。あ、ナターシャっていう。そう、そうそう。チームMさんの公演でやっていうやつなんですけど。それをウーカセンターで。はい。
ま、アンチュと。また私じゃあ、絶対マック閉まるやつやな。ちょ、ね、マックは閉まれへん。だから、一生、生着替えや。嫌やわ。それで、ウーカセンターで、うん、アンチュで、うん、で、その後に、ホノリっていう。うわー、ほのちゃん。いいね。ほのちゃんの衣装絶対似合うわ。いいやろ。はい。ということで、その、4番目、うん、MC 入って、うん、それで、マコポンが、一人で、うん、ずっと、喋る。絶対落語になるやつやん。ほんで、うん、ほんで、マコポンは、16人、うん、全員を、の、うん、何やっけ自己紹介全部やんの。うわ、しんどいな。電車の駅名全部言う人おるけどな。そういう感じやな。まあまあ。ほんで、うん、5曲目に、うん、桜の花びらたちが、スカートひらりにします。うん、なるほどな。はい。というセットリストです、はい。なかなか渋い感じやな、これ。はい。はご、そんな、その、公演名は心スイッチ公演おー、うん、いいやっぱりさっきも言ってたスイッチを切り替えるって言ってたから、はい。そう。心でスイッチを切り替えるっていうことで、心スイッチ公演しました。なるほど。はい。うん、オッケーです。ありがとうございます。ほな、最後、アンチ行こうか。はい、私のね、公演のポイントは、そう、このミュージカル風ですね。そう、だからミュージカル好きやからミュージカル風で、うん。しかもな、衣装もちょっと、いつもの衣装とは変わってるって、うん、そう、最終的には、この公演の流れで言うと、あ、明日も頑張ろう、みたいな感じになっていく。なるほど、ね。おー、なるほど、うんうん。そう。で、オープニングは、ハです。ハの、おー、いいね。これはもうめっちゃかっこよく。いいね、せやけど、カウガールの衣装を着てほしいね。なるほど。これ意味はないけど、うん、なんかカウガール好きやからカウガールね。うん、そう。で、それで、2曲目っていうかな、その間に劇を挟んでいく。うん、そう。で、そこに劇挟んで、うん、で、その劇の内容はちょっと険悪なムードになってくるね、メンバー内が。なるほど、ね。で、それでそっからの拳の正義。これは、石塚黒川でやります。マジで二人でやんの二人でやる拳の正義。迫力減るなぁ。そう。で、ハーコが赤の特攻服で、赤が黒の特攻服でやります。まあ、黒川やから黒ってわけでもないんですけどね。あ、そうやな。まあ、そういうところは、赤沢と黒川やと思う。ごめん、うん。で、それでまた劇を挟む。そしたら、はい、メンバーのが明日も頑張ろうみたいな感じになっていって、はい、うん、次。未来の扉です。おー、明るくなったね。そう、そうですね。これは未来の扉は全員ホワイトスーツで行ってください。はい。わかりました。そうです。はい。そう。で、一回幕は閉まって、で、アンコールです。はい。アンコールから皆様ありがとうということで、また来てくださいという意味を込めて、NMB48。おー、やります。派手な曲で。いいですね。はい。で、これ衣装はどうしようかと思って。衣装はこれは、いつも T シャツ短パンやったら思んないから、うん、ちょっとな、ひねりたいねんな。もうこれは、私服でいいんじゃないの？私服。いや、赤が今ちょっと思いついたブラックスーツね。ブラックスーツそう、ブラックスーツに、赤い、バラを頭に飾る。おぉ。どう？あー、何人か嫌がるな、それは。この公演な、でもみんなでやりたいな。そうやな、いいよね。うん。アンチュ、その公演名は明日への扉。でーす！いいね。いいですね。これね、この公演来てる人たちになんか明日も頑張ってお仕事やろうとか、うん、部活頑張ろうみたいなことを思ってほしいなっていう。なるほど。そう、これガチやね、もう結局。なるほど。うん。最後のこの NLB48 ブラックスーツに赤いバラは、でもなかなかちょっと渋いね。そうですね。あの、ブローズウェイな感じやね。うん、そうです。いくね。はぁ、で笑った。うん。オッケー、ほんまにね、この、いろいろ、やってみて、どうやったらおもろかった？面白いね、これ。楽しい。いつか実現させてほしい。ほんまやね。はい。夢の公演やけども、できたら楽しいな、ちゅうことで。はい。ほな、今日は、ここまで。ありがとうございました。では、ここで、一曲聴いてください。NMB48 で、NMB48。二人とも頑張ってるか？あ、キャプテン、もちろん頑張ってます。マコポンとハーコのジャングルラジオ。ジャングル五七五。
ジャングル575のコーナーではリスナーの皆様からいただいた私たちやジャングルメイトをテーマにした川柳を紹介していきます。最終的にその川柳の中から一番良かったベスト川柳を私たちが選びます。その川柳を送ってくれたリスナーの方に、はい、その方だけのメッセージを番組の最後でプレゼントしちゃいますので、お楽しみに。お楽しみに。さあ、はい、どんなんが今日は来てるのでしょうか。はい、では早速、はい、最初の作品をご紹介しましょう。はい、はい、愛知県のラジオネームマルシロアット和菓子好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。アンチをテーマにした作品です。では一句。マシンガン、もう止まらない赤の口。どういうこと？公演100回突破おめでとう。これからもガーガー言ってね。笑ガーガー。ガーガー言ってんの、はい、いつも。ガーガー言ってるみたいですね。言ってますね、私。いや、ちょっともうそこは静かにしないといけないよ。そういうことか。あ、マシンガンみたいに喋りが止まらへんみたいな。あ、そういうことね。そうやね。まあ、とりあえず。そういうことですね。まあまあ、それで元気をもらえるっていうことですかね。オッケーオッケー。よかった。はい。よかった。じゃあ次、アンチ行きましょうか。はい。はい。次の作品です。次の作品です。はい。福井県のラジオネーム、トニーさんからのお便りです。では、一句。種飛ばし、意外な才能、一等賞。そうですね。これは、マコポンへの一句で、先日 NGK をしたので、さくらんぼの種飛ばし大会に参加しているのをたまたま見ることができました。エミチ、アンチも参加してたけど、ダークホースのマコポンが圧倒的大差で優勝してましたね。わら。景品ももらって、桜もどんな味でしたか、うん、遠くに飛ばすコツを参考まで教えてくださいということです。はい、そうですよ。マコね、8メートル19センチ。すごいよな。飛ばしましたよ。そうそう。なんか、その8メートルっていうのが、そのレディースの高記録みたいで、うん、それを飛ば、超えてたから。すごいよ。すごいよな、マジで。いつもいろんなもん飛ばしてるけどな。まあ、よく喋ってた時、ツバ飛ぶって言われるけどね。やめてください、ちょっと。アイドルですよ。ね、反り返って、うん、勢いをつけて、はい、うん。でも、プーって出す時には、姿勢は、前鏡じゃなくて、一回も、自分の地面から垂直でいけないんだよ。そういうことなんや。あれはね。ああ。そう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 。だから、上がってきた、あれで、勢いで、下下がってもたら、そういうことか。ね、あれ。ああ、ジャガー、下下がってもうてんやん。そうそう。あと反りが足りひんかったな。すごいな。反りもな、まこも、いなばうわ、ちゃうかっていうくらい。ブワーって反っててさ。そうですね。もう新しい特技どんどん発揮できたなら、よかったなと思う。そうやな。そうやね。はい。はい、じゃあ次の作品いきます。はい。次の作品は、大阪府のラジオネームもっちりさんからいただきました。ハークをテーマにした作品です。ありがとうございます。では一句。天然は自分の天然認めない。うん。天然な人って自分の天然に気づいてないから認めない人が多いらしい。え？これってハーコなことじゃ。やって。いや、でも逆じゃない？そうですね。賢い人は、うん、私天然じゃないし、つって逆に天然アピールしてこんへん。どういうこと？ああ、確かにそうやな。ずる賢い女の子ってな。うん。私天然じゃない、天然じゃないとか言いながら。そうそうそう。それ、ムカつくね。あ、やっちゃったみたいな。わかる？わかる？めっちゃわかる。うん。あ、お前、それちゃうか？そうですね。私天然じゃないよ、天然じゃないよとか言いながら、ドーンって物壊れ。作ってるんかな、これ。いや。作ってるね。だって、ハーコなんていつもなんかさ、ワン、かわいいワンピースとかで着飾ってるけど、歩くときはなんか、ズドン、ズドン、ズドン！わかる。うん。どんどん、どんどん、いやいやいや。ほんまは、うん、人間とかじゃなくて、ライオンじゃないの。いや。ブラックハーコどうなんですか。いや、ブラックハーコとか、私、ホワイトハーコなんでね、それは。そう、そのな、何ん？ピンクの服っていうかな。イエス。着飾ってる？いや。正直なところね。明かり静かのファッションチェックが入りましたけども。明かり静かさ、そんなんよう言うてるけどさ、今日の服、シワシワやん。これはもう。タンスに詰め込んできてあるやつだったからやめてこれ。ぐちゃぐちゃ入れたやつですね。そう。まあ、おしゃれの評価はね、うん、後でやってください。はい。ね、じゃあ次行きましょう。はい。な、次。はい。じゃあ次の作品行きたいと思います。はい。兵庫県のラジオネーム、ドクタークライマーさんからいただきました。はい。アンチをテーマにした作品です。おー。はい。では、一句。
グやって。これが現実。負けんなよ。まあ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 、そうですね。はい。アンチュ、マコポン、アンタン、ナギサ、ナッツでの MC の時、ジュンイチにナッツにギャグやらせてましたね。はい。自分滑ったのに。ナッツの方が受けてたね。そう。もうナッツはもう、似てるだけで可愛いやん。はい。そう。それでまだ続きがあって、うん。マコポンには、これが現実やって言われたけど、うん、負けたらあかん芸人2見たけど面白かったよ。お、ありがとうございます。よかったね。よかったですね。そうね。自分滑ったのにって書いてますね。そう、自分滑ったらがっつり。ナッツがね、うん、実際自分でギャグやったよりも、うん、ナッツちゃんの方がウケてしまうっていうね。そう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 。これは。切られてんちゃうか？え？そう。舐められてしまうよね、私。あ、そうやな。4期の方に。うん、あー、悲しい現実。頑張ろ。おー、頑張ろ。背伸びして頑張ってくださいね。背伸びして頑張るんや。背伸びして。じゃあ、もうアンチ行きましょうか。次まで行きますか。はい。はい。大阪府のラジオネーム、さんませんさんからいただきました。マコポンをテーマにした作品です。ありがとうございます。ますでは、一句。細いけど肉とラーメンかかってこい。そうですね。先日の公演で夜食をがっつり食べていたことを暴露されましたが、まこちゃんの Google プラスでも肉という言葉がよく出てきてますね。その華奢な体のどこに食べたものが詰まっちゃうのか不思議です。そうですね。そう、確かにこれ夜中にカップラーメン2つとその牛すじ煮込みを食べようとしてたから、さすがにあの牛すじ煮込みをやめときやって言いましたよね。そうね、うん。ちょっとマコボンさ、なんでそんなに細いのにさ、そんなに食べれんの？うん、そう。お腹減るから、食べるねん。うん、そう、だってな、うん、あの、一回ホテルをリッピーの部屋に行って、その、うん、自分のマコと赤の部屋に帰ってきてんやんか、うん、そしたら、その元は、マコポンとタカリコがおった部屋で、うん、はい、そう、ただいまーって開けたら、まず冷蔵庫にコーラが、しかも2リットルな、置いてあったからな。えぇ、ー、びっくりじゃない？え、ちょっとマコポンやばいで、これは。いいやろ、マコはさ、うん、もうやめとこ、言わんとこ。うん、言わんとこ。何やねん。オッケーオッケー。いやいや、言わないよ。じゃあ、もう次行きますね。はい。はい、行きます。大阪市のラジオネーム、うじさんからいただきました。はい。はい。ハーコーテンムにした作品です。では、行く。肩叩き、された自慢に、嫉妬する。ほう。おう。先日、妻が一人で会いたかった公園に行きました。うん、はい。公園後の肩叩きが、ハーコ、はい、妻の自慢話を電話で聞き、嫉妬してしまいました。そんなことも言いつつも、これからも夫婦でハーコを押し続けるよ。ってことでした。ありがとうございます。いいですね。いつもいつも、あの、握手会とかも、うん、よく来てくださってて。あ、そうなんや。はい。本当に多分、めっちゃ仲いいんやなと思って。あ、それはそう。うん、赤のとこもなんか、夫婦で来てくれる方がおって、はい。ほんまになんか、和むよね。そういうのって。和みますね、なんか、仲が、いい夫婦ですね。これ歌う必要あったんかな。でもちっちゃい子供とか来てくれるとき嬉しいよね。そうやね。うわーって。かわいいしね。わかーって思う。そうそうそう。そうね、うん、じゃあもう早速ね、ベスト川柳決めちゃいましょうか。はい、どうしようか。そうしましょう。どうします？マコ、まあ、ハーコ的にはこれが一番いいかな。私的にはこれかな。お、これですか？ああ、どうしようかな。でも、これにしましょう。あ、これにしましょう。そうやな。オッケー。オッケー。はい、ということで今日のベスト川柳は、アンチをテーマにした、兵庫県のラジオネーム、ドクタークライマーさんの作品で、ギャグやって、これが現実、負けんなよとなりました。おめでとうございます。おめでとうございます。ドクタークライマーさんには、番組の最後に、アンチからメッセージをプレゼントさせていただきますので、はい、お楽しみに。以上、ジャングル575のコーナーでした。さあ、プレゼントのあなただけのメッセージ、早速いってみましょう。今日のベスト川柳に選ばれた兵庫県のラジオネーム、ドクタークライマーさん、準備はいいですか？ではいきますよ。3、2、1、どうぞ。俺っちのギャグみんな笑ってよ。俺っちや、俺っち、
オレンジのギャグ、まだもう嘘でもいいから笑ってください。そしたら石塚喜びますんで、はい、あんちゃん好きやで、はい、大好き。はい、 NMB48 たまこぱんとハーコのジャングルレディオ、皆さんどうでしたか？楽しんでもらえましたか？そう、楽しかったね、盛り上がったし、リスナーの皆さん笑っていただきましたでしょうか？笑ってくれたんでよかったね、あんちゃん。ありがとうございます、見つけましたねはい、ということでこの番組では月曜パーソナリティの私たちへの質問やメッセージを受け付けています。またジャングル575のコーナーでは NMB48 メンバーをテーマにした川柳を募集しています。近々登場予定のメンバーは番組のブログでアップしていますので、そちらもチェックしてみてください。そしてベスト川柳に選ばれた方にはあなただけへのメッセージとして日常での様々な一言をプレゼントしちゃいますので、川柳と一緒にご希望のメッセージを忘れずに書いて送ってきてください。またね、赤もオレッチもね遊びに来るんで、はい、オレッチをテーマにした作品も送ってください。はい、はい、メールアドレスはすべて小文字で jro-mon@esfm.jp です。そしておはがきの宛先は郵便番号 542-0075 大阪市中央区南波千日前 12-7 ESFM NMB48 マコポンとハーコのジャングルレディオの係まで。ファックス番号は大阪 06-6646-0781 です。また番組ホームページからもメッセージが送れますので、皆さんどんどん送ってくださいね。お待ちしています。ということで、そろそろお別れの時間が迫ってきました。明日のジャングルレディオは NMB48 このみんこと草加このみちゃんとリッピーこと小林りかこちゃんがお送りしますので、お楽しみに。アンチもまた絶対絶対遊びに来てね。もちろん来てください。オレッチ、はい、イエーイ。それでは月曜パーソナリティは私ハーコこと黒川はずきと、まこぽんこと梅原まこ、そしてジャングルメイトはアンチこと石塚あかりでした。それでは、また来週。マコボン、オレッチ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 オレ